カタストロフィー理論、カタストロフィー理論、カタストロフィー理論、カタストロフ理論は、力学系の分岐理論の一種を扱う理論。不連続な現象を説明する、画期的な理論として一時注目を浴び、盛んに研究、議論された。カタストロフィーとは、周期的な秩序だった現象の中から不意に発生する、無秩序な現象の総称。ルネトムの構造安定性と、 形態形成により提唱された。A が負の値を取るとき潜在的に二つの極値があり、一つは安定であるが、もう一つは不安定である。パラメータ A をゆっくりと増加させていくと、K は安定した最小の点に追従することができる。しかしでは安定の極値と不安定の極値が一緒になり、消滅する。ここが分岐点である。では、 安定する回は存在しない。物理的な K が折り目分岐を追従した場合、A が0に達するとでの回の安定性が突如失われ、K が新しく全く異なる挙動に突然移り変わることがわかる。パラメータ A のこの分岐値はティッピングポイントと呼ばれることもある。カスプキ科学は第2のパラメータ B が制御空間に追加された場合に折り目分岐に、 何が起こるかを探る上で非常に一般的なものである。パラメータを変えると安定性が失われた空間に点の曲線、青色が現れ、安定界が突如別の結果にジャンプすることがわかる。しかし、カスプキ科学では分岐曲線はそれ自体でループし、大体界自体が安定性を失っている第二の分岐を与えることで元の回収号に戻る。 B を繰り返し増加させ、その後に減少させることで、K が交互に一つの階に追従し、もう一つにジャンプし、そこでの階に追従し、最初の型にジャンプするというヒステリシスループを観測することが切る。ただしこれは、パラメータ空間の領域においてのみ可能である。A が大きくなると、ヒステリシスループは小さくなり、A が0以上になると完全に消滅し、 カスプカタストロフ一つの安定解しかななる。B を一定に C を書いたときに何が起こるかを考えることもできる。の対照的な場合、A が小さくなるとピッチフォーク分岐が観測され、物理系がカスプテも通りになると一つの安定解が突如二つの安定解と一つの不安定解に分割される自発的対称性の破れの例。カスプ点から離れると、 物理的な回に突然の変化はない。折り目分岐のカーブを通過するときに起こるのは、代わりの2番目の回が得られることだけである。提案された有名なものとして、カスプカタストロフがストレスを受け、怯えたり怒ったりすることで応答する、可能性のある犬の行動をモデル化するために使用できるということがある。この提案は適度なストレスでは、この時犬が怯えると、 折り目点に達するまではこれ以上イライラしても怯えたままであり、そこに達すると突如不連続的に起こりモードに突入する。一度怒りモードに入ると、たとえ直接的な刺激パラメータが大きく減少しても起こったままとなる。単純な機械系である税マンカタストロフマシーンはカスプカタストロフをうまく説明している。このデバイスではバネの端の位置が滑らかに変化すると、 取り付けられたホイールの回転位置が突然変化することがある。並列上長を備えた複雑系のカタストロフィックな失敗は局所的及び外部のストレスの関係に基づいて評価できるところである。構造破壊力学のモデルはカスプカタストロフの挙動に類似している。このモデルは複雑系の備えの能力を予測する。他の応用には 科学系及び生物系で頻繁に出会う外核電子移動や不動産価格のモデリングがある。折目分岐とカスプ期科学はカタストロフィー理論の最も重要な実践的結果である。これらは物理学、工学、数学のモデル化において何度も出てくるパターンである。それらは強力な重力レンズ現象を生み出し、天文学者に対し遠方のクエーサーの複数の 画像を生成する重力レンズ現象を介したブラックホールやダークマターを検出するための方法の一つを提供す。る。残りの単純なカタストルフ期科学は比較的特殊化されており、もの珍しい値についてのみ提示されている。この制御パラメータ空間は三次元である。パラメータ空間で設定された分岐は折り目分岐の三つの面で構成されており、それらの面は カスプ分岐の二つの線上で交わり、同様に一つのツバメの分岐点で交わっている。パラメータが折り目分岐の面を通過すると、ポテンシャル関数の一つの最小値と一つの最大値が消える。カスプ分岐では二つの最小値と一つの最大値が一つの最小値にとって変わられ、それらを超え折り目分岐が消える。ツバメのお点では二つの最小値と二つの最大値は、 すべて X という単一の値になる。ツバメの王子 AA0 の場合、BE と C の値に応じて、最大最小ペアが一つ存在するか、全く存在しないかのどちらかとなる。折り目分岐の二つの面と AA であるために、一緒になる、カスプ分岐の二本の線は、ツバメの王点で消え、残りの折り目分岐の単一表面だけに置き換えられる。サルバドールダリの最後の絵画はこのカタストロフを、 元にしている。パラメータの値により、ポテンシャル関数は折り目分岐の軌跡により分けられる3、2、1つの異なる極小値を持つ。超ポイントでは折り目分岐の異なる3つの面、カスプ分岐の2面、ツバメの分岐線が全て一緒になり消滅し A、例の時の単一カスプ構造が残る。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。